こんにちは、ボーダレス美容師の渡辺空です。今日は私がやってる活動の思いをちょっと語らせていただきます。いらしていただいた88歳の方なんですけれども、ヘアメイクして着付けして撮影するっていうことをさせていただいた時に、最初はずっとこう下向いて杖ついて腰曲がっていらしていただいたんですけど、二重だった片方と片方がちょっと眼瞼下垂で重くなってたんで、それを左右差をメイクでちょっと整えてあげたら、なんでこんな違うのって、何すればこうなるのって、でちょっとしてまたするとこんなこと上がったことないってやっぱり何回も言われて喜んでいただけて、シミの隠れたこともすごい喜んでいただいて、で撮影する時になったらついてきた杖もなくて大丈夫って言ってシャンとしてニコニコ撮影もしていただいて、もうなんか内面からキラキラしていた、その姿を見て私もとても嬉しくなったので、これからそういう活動をどんどん広めたいと思って今活動をしています。もともとやっぱり女性をきれいにしたいっていう仕事をしてたんですけれども、ヘアメイクして着付けしてとか、普段と違う、日常と違うことができるっていうのはやっぱり女性ってすごい喜びだと思っていて、それが高齢者だったり障害者だったり、あとは車椅子の人だったりしても、みんな女性って一緒だと思うんですよ。で、女性がキラキラすることで、それによって周りの男性だって嬉しいと思うし、世界中みんなそういう風な気持ちになってくれたら世界平和になると思っているんです。で、まず第一弾として世界を変えるファッションショーだったのかな、ファッションショーに絡んで2年半ぐらい前に参加させていただいた時も、それは主催側じゃなくて参加してヘアメイクして着物でドレスっていうのを着てもらったんですけど、その時も車椅子の人に着物やドレスは簡単に着ることができるので着ていただいたり、あとは、次が任せてもらってやるようなファッションショーを古民家でやったりとかしてきたんですけれども、もっとどんどん垣根をやっぱ低くっていうかなくして、本当ボーダレスな美容の世界を作りたくて、もっともっといろんな人に変身してもらう喜びを知ってもらいたいと思っていて、で長女のお祝いにもっと着物を着たりとかヘアメイクしたり写真撮るっていう習慣をつけて、女性が輝く機会を作ってほしいんですよ。高齢者の方とかっていうか周りの家族も嬉しくなると思うし、普段なかなか撮れない写真を残すっていう習慣をつけてもらえたらと思っているのと、あと美容師で美容師免許あってもスタイリストまで行かないうちに辞めてしまったり、子供を産んだりしてなかなか戻れないとか違う仕事してるって、せっかく国家資格取ったのに使ってない方も多いので、ヘアメイクとかの技術はできるけどカットまでできないっていう人はすごくいると思うんですよ、美容師免許あっても。そういう人に仕事する場、活躍してもらう場も作っていきたいと思っていて、美容師の応援がしたいと思っています。で次に、試みとしてはSDGs で相模原市の方に登録してパートナーっていう形でやらせていただいてるんですけども、前回ラジオを出させていただいたりタウンニュースの方に載せていただいたりしたんですけど、で9月にはアルツハイマー月間 WHO が定めたやつなんですけども、相模原で助けられ王国相模原っていうのをやっていて、その時にファッションショーという名ではなく笑顔コレクション、ランウェイをレッドカーペットの上を認知症の人だったり、まあ、普通の高齢者だったり普通の方とかが歩いてもらって垣根のないランウェイをしようと思っています。それは任せていただいたので、いろんな案を今考えていて、そこの活動を今頑張っています。目指すのはそれがどこでもいろんなとこで開催されるようになったらいいなっていう気持ちと、あと来年ご縁があって車椅子の方をメインとしたパリコレをやられる方がいて、平林さんって方なんですけど、その方と一緒に、パリコレの方行ってヘアメイク、美容師としてのお仕事をさせていただこうと思っているので、本当に垣根のない美容の世界をもっともっと広げたいと思って今活動しています。そのセブンルールさんに出てるみたいなムービーを作らせていただいたので、よかったらそれを見てください。詳細に貼ってあるので、そこから飛んでいただいていいねを押していただけたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。